皆さん、こんにちは。和製ビヨンセとして、ふくよかな体でキレッキレのダンスを披露して、一躍大人気となった渡辺直美さん。日本だけにはとどまらず、アメリカでも大人気となりました。今日は和製ビヨンセ渡辺直美さんについてお話したいと思います。渡辺直美さんは、1987年10月23日に台湾で生まれて、育ったのは茨城県だそうです。父親が日本人で、母親が台湾人ということで、渡辺直美さんはハーフでした。ただ幼い頃に両親が離婚をして、渡辺直美さんと母親は茨城県に移り住みました。TBS 系番組の A スタジオでは、父親がいないと話しているので、両親の離婚後は父親とは疎遠になっているようです。また母親に関しては、とにかく面白いエピソードたくさん持っているようで、番組内でも鶴瓶さんが会いたがっていたほどでした。しかし母親とも全然連絡を取っていないと告白しているので、両親とも今は疎遠になっているのではないでしょうか。渡辺直美さんは中学卒業後に吉本興業の養成所 NSC に入りましたが、どうやら母親は芸人の道に進むことを反対していたそうです。そんなこともあって母親との関係もうまくいかなくなったのかもしれませんね。親からの援助もなかったため、渡辺直美さんは養成所の授業料を払うためにアルバイトをしていました。そして風俗で働いていたという過去があることを自身で告白しています。普通だとこういった経歴は公開したくないものですが、渡辺直美さんは自分から告白をしたのです。しかし世間の評価やイメージは下がるどころか、正直に話したことによって渡辺直美さんを応援したいという世間からの評価が上がりました。これも渡辺直美さんがいつも明るく皆から愛される人柄で人徳がある証拠ではないでしょうか。今ではすっかりお茶の間の人気者の渡辺直美さんがこんなに苦労していた時代があったとは驚きです。最近ではインスタグラマーとしても地位を築き上げた渡辺直美さんです。2021年の調査ではインスタグラムのフォロワー数の1位は渡辺直美さんでした。なんとそのフォロワー数は956万5千人です。渡辺直美さんのフォロワー数は4年連続でトップの座を守ったそうです。そして21年3月には4月からのニューヨーク移住とアメリカのエージェント2社との契約をインスタグラムで発表しました。2020年からはさらに約12万人フォロワーを増やして堂々のナンバーワンとなったのです。渡辺直美さんは芸人としての知名度もありながらインスタグラムの女王という一面を持っていることになります。渡辺直美さんの愛されキャラは無敵のようですね。誰からも愛される渡辺直美さんですが、これまでにあまり恋愛の噂がありません。こんなに魅力的な女性なのに不思議です。しかし過去に一度恋愛発覚かと噂されたことがあります。そのお相手はお笑いコンビ平成のぶしこぶしの吉村崇さんです。フジテレビ系列で2010年から2013年まで放送されていた光の定理という番組で共演していました。どうやらその番組内であまりにも仲が良い雰囲気だったために、渡辺直美さんと吉村崇さんは付き合ってるのではないかと熱愛の噂が出たようです。けれどあるイベントでこの話題を振られると、吉村崇さんは噂です、2回だけだよなと笑いを誘い、渡辺直美さんも軽く2回だけ、ないですないですとネタにするほどでした。このことからも2人の熱愛の噂は噂止まりではないかと言われています。どうやら渡辺直美さんは高校生時代はスタイルもよくモテていたそうです。実際に何人もの男性から告白をされたそうですが、全てお断りをしたと話しています。ある番組でさんまさんから渡辺は昔いたもんなと振られた渡辺直美さんは、私彼氏一度もいたことないんです今までと否定しました。それを聞いたさんまさんは驚いた様子で、お前モテてた言うたやんか高校時代とかと反論すると、その時も付き合ったことはないんです彼氏はと否定したのです。おそらくこの時までは本当に男性とお付き合いしたことはなかったようです。どうやら渡辺直美さんが幼い頃に経験した両親の離婚で男性不信になったことや、自分が風俗で働いていたため相手に配慮する気持ちからずっと彼氏を作らなかったのではないか
と憶測されています。光の定理の番組でお笑いトリオパンサーの向井聡さんと語る中で、毎日同じ人とメールする感覚や同じ人と〇〇する感覚がわからないと話しています。どうやらずっと同じ人とというのが苦手なのかもしれません。ですから別に男性が嫌いとか恋愛をしたくないということではないようです。実際あるインタビューでは、理想の男性は40代後半でいろいろな恋愛を経験してきた大人の男性が理想で、相手は絶対一般人がいいと話しています。2016年以降は椎名桔平さん似のイケメン台湾人と遠距離恋愛で破局した話や、主演したドラマの照明スタッフさんに片思いをしていたことを話しています。しかしなかなか結婚までは至らないようです。どうやら渡辺直美さんが結婚できない理由は、理想が高いことや人を信用できないこと、性に奔放すぎることがささやかれています。2011年のしゃべくり007に出演した際には、吉村崇さんから最近消防士と新潟のとび職と枕を交わしたと暴露されてしまっています。渡辺直美さんが新潟で営業の時にホテルのバーでとび職の方からファンなんですと声をかけられて、これからどうですかと誘われて、1時間後にホテルまで行ったというとんでもない暴露話が公開されてしまいました。今は特定の人とお付き合いしたり結婚よりもカジュアルにいろいろな男性と楽しむ方が渡辺直美さんに合っているのかもしれませんね。男性に頼ることなくバリバリ働く渡辺直美さんですが、どれくらいの年収があるのか気になるところです。一説によるとなんと10億円を超えるのではないかと言われています。確かに日本でも大活躍ですし、テレビ CM にも出ていて、インフルエンサーとしての収入も数千万円と言われています。また渡辺直美さんプロデュースブランドの収益もかなりあるようです。そしてアメリカのマネジメント会社2社とも契約をしています。アメリカでの1つ目の所属事務所にはビヨンセなど大物歌手や俳優が所属しています。そして2つ目の所属事務所にはミランダ・カーといった世界的にも有名なモデルが在籍しているそうです。アメリカでも超一流の事務所に所属していることがうかがえます。そう考えると渡辺直美さんの年収が10億円を超えるというのは現実味を帯びてきます。実際本当に10億円を超えているかは分かりませんが、間違いなく億は稼いでいるのではないでしょうか。一般人からすると年収が億単位だなんて想像できませんね。これだけ年収があればたくさん貯金もできるだろうと考えてしまいますが、渡辺直美さんには浪費癖があって貯金が10万円しかないという話が出てきました。1億円以上の年収がありながら貯金が10万円とは一体どんな浪費癖があるのでしょうか。吉本の借金王と呼ばれる千鳥の大悟さんに、お前お金の使いっぷりええもんなと言わせるほどだそうです。とにかく欲しいものは金額に関係なく何でも買ってしまうことや、300畳もある豪華な家に住んでいたり高級会社に乗っていたりおごり癖があることなど、それらが原因で貯金もなかなかたまらないようです。それでも生活できてしまう経済力には羨ましさを超えて感心してしまいます。いつも元気で豪快なイメージの渡辺直美さんらしいエピソードです。これからも渡辺直美さんには笑顔とパワーをお茶の間に届けていただきたいですね。お体には気をつけて、日本とニューヨークを股にかけてますますのご活躍をお祈りしています。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた。